平野紫仕様、インスタフォロワー数200番人突破ファンからの質問に次々答える、神宮寺勇太は150番人超え、キングプリンスへの元メンバーである平野仕様と神宮寺勇太が、滝沢秀明が設立した新事務所、とべ、への合流を発表しました。このニュースに続いて、彼らが解説したインスタグラムアカウントのフォロワー数が急速に増えています。 ヒラの仕様は現在226万人を突破し、神宮寺雄太も158万人を超えるフォロワーを獲得しています。この記事では、彼らがインスタグラム上でファンとのコミュニケーションを図り、どのように注目を浴びているのかを探っていきます。セクション1、ヒラの仕様と神宮寺雄太、インスタグラムでのフォロワー急増。 平野耀と神宮寺勇太が滝沢秀明の新事務所、とべへの合流を発表したことで、彼らの人気はさらに高まりました。彼らは合流と同時にインスタグラムのアカウントを開設し、そのフォロワー数は驚異的な速さで増加しています。 現時点で、平野市要は226番人を超え、神宮寺優太も158番人を超えるフォロワーを獲得しています。セクション2、インスタグラムでのファンとのコミュニケーション。二人はインスタグラムの解説時から、アーティスト写真のアザーカットや撮影のオフショットなどを投稿しており、ファンの興味を引きました。 さらに、平野潮は質問コーナーを開始し、ファンからの質問に次々と回答しています。彼のストーリーに寄せられた質問には、様々な内容があり、ファンは彼の素直な回答に喜びを感じています。セクション3、神宮寺勇太の反応と将来の展望。 神宮寺雄太は平野紫耀の質問コーナーに触発されて自身も近々質問コーナーを開くことを示唆しました。彼は平野紫耀に対してやり方を尋ねる一方でファンに向けてのメッセージも送っています。神宮寺雄太もインスタグラムの活用によってファンとのコミュニケーションを図り、さらなる関心を集めることが期待されています。セクション4 飛べ、公式 YouTube チャンネルの成功。平野耀と神宮寺勇太が、飛べ、公式 YouTube チャンネルで行われたライブ配信は、同時視聴者数が100万人を超えるなど、大きな注目を浴びました。彼らの新しいスタートとともに、ファンはますます彼らの活動に注目し、彼らの成長を見守っています。結論。 キングプリンスへの元メンバーである平野耀と神宮寺裕太が滝沢秀明の新事務所、戸部への合流を発表し、その後、インスタグラムのフォロワー数が急増しています。彼らはインスタグラムを通じてファンとのコミュニケーションを図り、質問に答えるなど、ファンを喜ばせています。さらに、戸部公式 YouTube チャンネルの成功も注目されており、 彼らの新たなスタートに期待が寄せられています。平野志洋と神宮寺ゆうたはこれからも成長し続け多くの人々に感動と喜びを与えることでしょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。